本気で喋っていい。4年目ですよ、成果。そうだよ、りっくん。ね、あっという間だよ。同期なんです。同期なんです。そうなんですよ。あの、先週、うん、断捨離をお勧めされたんです。そう、そうなんですよ。で、私お掃除大嫌いじゃん、うん、言ってるね。お掃除大嫌いなんですけど、ね、そう、やった。靴箱、玄関周りだけ断捨離しました。お、どういうものをしている、どういうものを残すって、何を基準にしたの。1年以内に使っていないものはもう捨てた方がいいよって大川に先週言われたので、その通りやりました。いや、嬉しいですね。え、断捨離をするときはどういう考えになる、うん、まず一つ目が、うん、捨てられないなっていうパターン、二、うん、つ目が、あ、まあまあまあでも捨てようか、か、いや、もうどんどん捨てていくよ、この3つ、どれですか。でも断捨離を人生一回もしたことなかったから、うん、捨てられないがベースなの。私は一番、基本捨てられなくて、うん、たまりにたまったものが溢れててる家だから、うんうん、できないんだけど、靴箱見たら履いてない靴ばっかりで、うん、意外とね、びっくりして、うん、だってあの玄関だけだよ、靴箱だけで、もうそう、靴だけで、そう、あのゴミ袋3袋分になった。今まではこれ誰かに譲るかもしれない人が、うん、リサイクルショップに持っていこうと思って、そうだよね、そうそうそう、あれ捨てなかったの、ずっと取ってたの、うん、そしたら私上京して8年目になるんですけど、うん、大学からね、上京した時に、上京したての私がお母さんの靴屋さんで選んだ靴とかが出てきて、やっぱね、もう全然履いてないの、もう思い切って捨てました。じゃあもう1から2に変わったってことね。考えたけど捨てられるようになった、うん、これ心理テストなんですよ。これ皆さん、ね、心理テストでして、これどういう現状に不満があったり辛い時にどうするかっていう心理テストなんです。1がこのあーって思って捨てられないっていう昔の性格から、今回悩んだけど捨てられた2に変わりましたね。1の選んだあなたは現状辛い時でも、うん、まあいいやっていうことで現状維持で頑張るタイプ、でもそれもそれで今の幸せをかみしめながら頑張るっていうタイプですね。で、今1から2に変わった井上さんです。これは悩みながらも捨てられる、これっていうのは、うん、現在ちょっと苦しいなと思ってもチャレンジしていこう、いろんな知恵を使って自分で壁を打ち破っていこうという性格で、3の方はちょっと苦しいなと思ってもどん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 アイデアが湧くから、もうすぐすぐ捨てられる、自分今の自分をすぐ捨てて新しい自分になろうというクリエイティブな、そういった性格な方っていう、これ心理テストだったんです、ね、本当に、はい、本当です、本当です、本当に、これ本当ですよ。心理テストスペース性格みたいなの調べてしたら皆さん載ってましたんで、ぜひ見てください。そうなんですよ。そうなの。でも断捨離すると気持ちいいよね。気持ちいい。私も本当に物が捨てられなくて溜まっていってたんですけど、うん、こんなに気持ちいいんだと思って。いや、そうなんですよ。他のとこも断捨離しようと思う、うん、でもなんかそうすると次新しく物を買うときにこれはずっと使うかなとか思うから、また丁寧なお買い物ができるようになるっていう。確かに。そう、まあ、一人暮らしでまだ6畳の部屋ですけど、でも相当スペース、家にいる生活も長いので、なんかいい生活できてるなと思って。ね、私ね、はい、冷蔵庫と洗濯機、うん、家電はいろいろあるけど、うん、だけ上京してきた時に買った新生活応援セットみたいな。あ、じゃあ長らく使ったんだ。長らく、でもこんなに長く使う予定なかったの。うんうん、私あの大学卒業したら、福岡に実家に帰るつもりで上京してきたので、うん、ね、そんなにこう質を求めなくって、うんうんうん、新生活応援セットを買ったんですよ、家電、うんうん、でもこんな長くいることになっちゃって。そうだよ、ね、8年使ってるんですけど、うん、ちょっとガタがやっぱりきてて、うん、あ、まあね、であと冷蔵庫とかもちょっと閉めたつもりでもちょっと開いてきてたりとか、ね、そう、もう結構限界なんだけど、うん、買い替えるかずっと1年くらい迷ってるの。だから今一人暮らしだから、その一人分にするのか今後のために二人分にするのかとか、そう、容量が違うからね。そう、容量が今後のためだって。楽しいね。今後のため、あのこの前結婚について話したんだって。そうなんですよ。けどでもまあね、27、いや27だから今年、うん、で26でしょ、うん、
今8年使ってるでしょ、うん、同じ8年過ごしたらもう私結婚してるかもしれないのに、うん、ただ旦那さんめちゃくちゃいい家電持ってくるかもしれないのに、うん、なんかもったいなくないと思って、ね、そう旦那さん頼みなんだけど、そうそう旦那さんがすっごいもう AI 搭載みたいな、まあね、確かにね、すっごいそうそういい家電持ってくるかもしれないのに、そうだよな、なんかバカみたいじゃん、しかも当たるのだから今このね技術のこの進み具合からしたら、そうなんか今までにない技術が新たにね、2年後には搭載されてるかもしれないし、で結局買い替えなくって1年くらい経ってるけど、やっぱ、ね、いやそろそろ買い替えようかな、えだからそういう買い物とか外でやるタイプ、オンラインでやるの、いやオンラインってやっぱり怖くって、ちゃんと店員さんに聞いて、なるほど、ね、まあそんなにそこまで求めないのはこれくらいでいいですよとか、いやこれぐらいでいいんじゃないですかって聞きたいんだけど、相場をね、めんどくさくって、めんどくさい外交基本めんどくさくって全然行ってない、もうだからちょっといろいろネットで調べたりして、まあこれかなと思って1年経っちゃったんだ、そう1年経っちゃった、そうしてる間にどんどんほら近づいてくるじゃない、結婚する、うん、できたら、うん、結婚できたら結婚近づいてきて、うん、どんどんいい家庭が近づいてくるかもしれないのに、そう、その希望ね、そうだから買うなら1日でも早く買って日割りを、うん、そうなんだよ、そうよくそうだよなしないといけないのに、でも逆なのよ、え今使ってるものをまだ長く使えるんじゃないかタイプなのよね、えらい、それだったらさ調理器具とかも買えるの、買えた、あそれを買えたんだ、もうフライパンあったんです、うん、それも上京してきた時に買った、うんのがあったけど、やっぱ焦げ付きとかが、うん、そうなのよね、ちょっともう限界かなと思って、 あのセットみたいな5個セットとか買って、やっぱり新しいのって使いやすくてね、ストレス減るんだよね、そうなんだよ、新しいっていいよね、わ、うん、かるわ、これもな、これどう心理テスト的に、あこれないわ、すいません、ね、これ心理テスト、心理ですね、リックンなら作れるよ、でもこの物を大切にするっていうのは、うん、人は、まあ、家族を大切にするよね、本当にやっぱそういう身の回りの人を大切にする、うん、それができる、やっぱ一人っ子同士だからね、うん、でも私新しいの気持ちいいって言っちゃったよ、でも新しく入ってくる意見も取り入れるタイプだよね無理やりでだからそれこそ僕も昨日本当タイムリーなんですけど、うん、昨日あのなんて言うんだっけこれミキサー届きましたよ、で今日の朝ちょうどこのために飲んできましたよ、このため、うん、わ全部考えてるの、そうなのよ、今日結構考えてきたんですけど今日朝あのバナナね、うん、冷凍ブルーベリーで牛乳で2個氷入れて、うん、ウィーンってやって朝飲んできて、これ今日から始めようと思ったんですけど、いいよ持ってるミキサー、持ってる、やっぱ持ってるんだ、持ってるけど、まあ、ミキサーってほど大きくないけど、うん、ちょっと砕ける、うん、ちょっとスムージーくらいの作れる、いいよあのスムージーっていうんだねそれ、スムージーいいよスムージーいいですよね、いやでもこれで生活変わっていきそうです、スムージーで朝早いじゃん、朝早い、朝食べる家出る前、朝食べる、あ食べる、食べる、もう食べないとお腹空きすぎて動けないから食べるんですけど、スムージー、スムージーとか言っちゃった、やっぱね英語の学科がサークルからやってたもんね、スムージー、スムージーはやったことあるけど、うん、続かなくて、洗い物もあるもんね、そう前日の夜にしようかなと思うけどバナナ変色しちゃうから、あーね、でもバナナ入れないと美味しくない、そうそうバナナ美味しかったよ、バナナ美味しかった、いいよ、私最近、うん、母があらいい話やろ多分おかずとかおにぎりを冷凍して送ってきてくれるんだけど始めちゃって、いいお母様、私あとちょっとで結婚とか言ってますけど、はい、どんどん遠のいてるのだから送ってくれたやつをチンして食べるんだね、送ってくれたやつをなぜ冷蔵庫を買い替えたいかって、お母さんからの冷凍食品を片付ける場所がない、あ置いとく場所がないから買い替えたいの、結構な量送ってくださるんだ、そうでそれを毎朝チンして食べてる、僕も母親から冷凍してもらったやつを送ってもらう共通点は一つ、一人っ子なんですよそうなんだよ、嘘本当に、はあ、仲間だね、そうなの、やっぱね一人っ子なんですよ我々甘えてる、甘えてる、そうそうそう、でも親も嬉しそうなのね、もう危機として送ってくるそうそうなの、いっぱい食べてね、そうもう次が送るから、そう何がいいってね、そうなの、親孝行だよ、いやそうだから福岡ですよ、愛知で帰れてないから、ね、で大学から出てるし、
母親の味意外と食べてなくて最近こうやって冷凍で食べるっていうのも、うん、その母親父親側もすごく喜んでくれてるこの感じだよね。ね、なんかさお父さんも喜んでない。いやそうなのよ。なんでお父さん作ってないくせにさなんか喜んでない。そういやなんかあの母が楽しく作ってますみたいなね、うん、そうだからお礼を言いみたいな、うん、そうありがとうみたいな何がいいって聞いてくるんだけど、そうそうそう別にお父さん作んないよね。そうそうそうだけどそのそれこそまあ好みがあるから、うん、え何系が好きですか送ってもらう料理の中で。定番はロールキャベツと、うん、あるよ。うちある？うちもある。ある？ある。ロールキャベツとドライカレー。あドライカレーありますあります。ありますよ。んなも本当に？はい。そうそうそれあるよ。いやこれ一回やりだすと戻れなくて、もうここまで上京してずっと頑張ってきたのに、一気に料理しなくなっちゃって、もう全然してない。そうだからチンして食べて。野菜切ってしかない最近。そう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 茹でてね、うん。俺は茹でるからさ。茹でるから茹でるんだけど、そうそうわかるわ。やっぱそうなんだ、うん。やってる人多いかもしれないね。本当は？うん。本当はね。だってさ、千尋も刑事もねもう一人暮らしだし、それこそ出てきてるから。ほぐってもらってんのかな。やってるかな。彼らは兄弟がいるからね。兄弟がいるからね。そうお兄ちゃんたちにも送らなあかんくなるからやってなかったりするかもね。でも末っ子だから2人とも。確かにそうなのよ、うん、末っ子なのよ。会えてないからね最近。うん会えてない。みんなでね、まあ今一緒の番組やってますけど、うん、そうだそうだとか言っちゃった。だから僕もこの4月から入ったので、うん一緒に仕事やれるスタジオでね一緒の同じ空間でやるのをちょっともっと楽しめるように僕も勉強して頑張っていきますんで、引き続き皆様よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。